麻生太郎です。不安を抱えながら生きるのは何より辛いことです。景気への不安、暮らしの不安を払拭するため、景気対策の補正予算成立に全力を注ぎました。そして次の対策へ、世界規模の金融危機から日本の経済を、国民の生活を守るため、さらなる景気対策を進めます。具体策で応える自民党。